当時は、日本の政治学者、行政学者。学位は博士。兵庫県庁での勤務を経て、財団法人21世紀兵庫創造協会地域、政策研究所主任研究員、福岡工業大学社会環境学部助教授、岡山理科大学総合情報学部教授、静岡県立大学経営情報学部教授、静岡県立大学大学院、 経営情報イノベーション研究科研究課長などを歴任した。兵庫震災記念21世紀研究機構が設置される人と防災未来センター、兵庫県出身。1980年に早稲田大学の法学部を卒業し、同年、兵庫県庁に職員として採用される。並行して埼玉大学の大学院にて学び。 1986年に政策科学研究科の修士課程を修了した。兵庫県庁では、主として農林水産業や商業など、産業振興に関する公務に携わり、兵庫県庁の農林水産部、野林経済課や商工部産業政策課などに勤務した。また、一時、兵庫県などが出資する財団である21世紀、 兵庫創造協会の地域政策研究所に展示、研究員や主任研究員を務めた。なお、21世紀兵庫創造協会は、その後様々な階層を経て、兵庫県ヒューマンケア研究機構に統合され、その上で、阪神・淡路大震災記念協会と統合し、兵庫、震災記念21世紀研究機構となっている。21世紀兵庫創造協会を経て、 2001年に福岡工業大学に移り、社会環境学部の助教授を務めた。その後、岡山理科大学に転じ総合情報学部の教授に就任するとともに、同大学の大学院にて、総合情報研究科の教授を兼任した。また、神戸大学、江南大学、姫路独教大学、第一福祉大学、 長崎県立大学などで非常勤の講師を務めた。2008年には、同志社大学より、博士の学位を取得した。その後、静岡県立大学の経営情報学部にて教授を務めることになった。また、同大学の大学院にて、経営情報学研究科の教授や、経営情報イノベーション研究科の教授も兼務した。2017年、 経営情報イノベーション研究科の研究課長を退任することとなり、その後任には池田哲夫が選任された。2021年3月、静岡県立大学を定年退職した。兵庫県庁の職員として勤務した経験から、研究の主要領域は政治学や行政学であり、特に公共政策学や非営利組織論を専門とする。特に、 地方公共団体などにおける統治可能性を取り上げるローカルガバナンス論や情報通信技術とネットワークにおけるガバナンスなどをテーマとした研究を行っている。また、非営利組織論としては特定非営利活動法人をはじめとする非営利団体や社会的企業に関する政策の研究を行っている。ありがとうございます。